豊里駅は、北海道猿群日高町技豊里にあった、北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号はよさ。1975年の豊里駅と、周囲約500メートル範囲。右が、静内方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名より、 旧駅名の波恵みは、アイヌ語の、灰に由来する。当地付近に、イラクサが繁茂していたことからついた。短式ホーム一面一線を有した、地上駅だった。ホームは、線路の北側に存在した。電鉄機を持たない、防線駅となっていた。静内駅が管理していた、無人駅だった。駅舎は、校内の北側に位置し、ホームから少し離れていた。 友人駅時代の駅舎は改築され、清畑駅と同系の待合所機能だけの駅舎となっていた。大型アルミサッシュが2面に設置されている内部まで明るい建物で、清畑駅舎とは腰壁のパネルの土色が異なっていた。1日乗降人員は以下の通りである。また、JR 北海道によると、拡張サビにおける乗車人員及び乗降人員平均は、 以下の通りである。ホームからは太平洋の雄大な景色が広がる。また牧場がある。あたりには水田が広がっている。JR 北海道北海道運輸局、ありがとうございます。